国ここをキャンプ場で展示される天弓2対艦ミサイル UFO2、UFO3 国家中山科学研究院は中華民国で各種兵器システムやデュアルユース技術の開発、製造、販売を行っている研究所。1969年6月1日、中華民国行政院国防部直属の軍事関連の研究開発及びシステム統合センター。 中山科学研究員として設された。2014年6月に国防部が監督する行政法人国家中山科学研究員となった。製品開発、製造、納入、ライフサイクル全体の維持管理、メンテナンスを行っている。米国国防高等研究計画局と比較できる機能を果たしているが、研究開発、統合、製造などの契約を競合。 受注する役割も合わせ持っている。干渉航空工業と共に台湾に2つある主な防衛関連組織の一つと考えられている。QM14 マリュート化1952年に航行しているギアリング級駆逐艦国家中山科学研究院の設立前、台湾には国防産業計画が適切に組織されておらず、中華人民共和国からの軍事的脅威の増大。 国際的な支持の低下、国際フォーラムからの排除に直面していた。中華民国は、独立維持と安全保障確保のため、独自の兵器、機器、研究所、試験場を構築する必要があった。1964年春、原子力、ロケット、電子工学の研究を目的として軍営による、中山科学研究院の設立が発表される。 準備は1965年に始まり、1966年には、整地が行われ、1969年に正式に発足した。初期の仕事には、様々なミサイルやレーダーシステム、中華民国軍の航空機や艦船のシステム統合などがある。また、軍の建設にも積極的に取り組んできた。米国が中華民国から中華人民共和国に、 国交承認を変更した後、台湾当局は米国を信頼できる防衛パートナーと見られなくなったと感じ、さらに研究員の重要性が増した。1970年代、研究員は QM14 マリュートカの優先誘導式対戦車誘導弾をコンワレとして複製して生産した。この QM14 は中華民国が南ベトナムから入手したものである。 設計が古く、軍による対戦車兵器の優先順位は低かった。1970年代半ばまでに研究員は約2000人の専門家を雇用した。1970年代後半、緑鉢として知られる短距離弾道ミサイルのプロトタイプを作成するプロジェクトに着手した。このプロジェクトは長距離ミサイル計画に必要な技術を構築するための試験事業という意図があった。 チンフェンは 450kg の弾頭で射程 110km の単弾式ミサイルである。1981年に公開されたが、個体ロケットモーターと誘導システムに重大な問題があったため、1982年に生産が中止された。全体的にアメリカの MGM-52 ランスに似ていた。 後続の天馬も1981年にアメリカの圧力で破棄されたが、第三次台湾海峡危機後の1990年代に復活した。1980年代、研究員はハネウェル社と協力して台湾のギアリング急駆逐艦に搭載されていた旧式のマーク37砲射撃式装置に代わる分散型オープンアーキテクチャの戦闘システムを設計した。 モジュラーコンバットシステムと呼ばれる、このシステムは、世界初の分散型オープンアーキテクチャの戦闘システムであり、簡単に回収可能な商用、オフ・ザ・シェルフ・コンポーネントを特徴としていた。システムは課題を抱えていたが、一定の仕事をしており、アーキテクチャ、コンピュータ、ソフトウェアはすべて台湾で開発され、手頃な価格であった。1990年代、台湾は、 国際社会からの武器輸入規制の強化や、独裁主義から民主主義への移行による不安定さに直面していた。このような状況に対応するため、研究開発の範囲を拡大し、垂直統合システムを導入した。1990年代後半には、弾道ミサイル技術をもとにした宇宙発射プラットフォームを開発したが、スプセックスなどの米国の民間企業を利用した。 台湾の衛星打ち上げに補助金を出すという約束と、米国の圧力の下で、このプログラムは保留された。2011年、研究員は、ミタクに7000万台湾円で、野外運用、防空レーダー車の試作品を1台製作する、契約を締結した。2015年、東園市の警察は、データ偽造と試験結果絶造の容疑でミタクの、従業員3名とマネージャー1名を拘束した。 入札要件として40度の斜面を時速8トルで進行できる車両が求められていたが、三宅が納入した車両は時速6トルしか出なかった。また、三宅の従業員と共謀して試験結果を捏造した疑いで3人の研究員スタッフが拘束され、そのスタッフは捏造した試験結果を上司に提示して承認を求めた。東園区検察庁は、 情報入手して、捜査を開始した。SM-1 搭載マーク13、ミサイルランチャー UF3 対艦ミサイルの最初の、モデル2014年、中山科学研究院は国により、行政法人化され、秘密とする時期が終わり、海外企業との提携や、危機輸出の機会が開かれた。取締役会は2014年4月18日に、初会合を開いた。 米海軍による SM-1 ミサイルシステムの支援が終了したため、研究員は代替ロケットモーターの生産を含む同システムの支援を引き継いだ。SM-1 のマーク13についても同様の方法を取った。2016年、中華民国空軍が保有するミカとマジックに空、対空ミサイルの寿命延長プログラムを実施する1670万ドルの契約を獲得した。 この二つのミサイルは中華民国空軍のミラージュ2000の武器に使われる。2017年12年ぶりにアブダビで開催された国際防衛展に再びインシストが出展し39機の兵器を展示した。2010年代半ばエイドックと中華民国空軍と提携し海 CK-1 をベースにした高等ジェット練習機を開発した。 ADOC はこのプロジェクトの主契約者であり、研究員が補助的な役割を担っている。最初に XT-5 ブルー、マグパイと命名され、後に T-5 ブレーブイサムタカとなった複座の海 CEK1 を元にした飛行機は、ヒアフターバーナーエンジンを搭載し、燃料容量が増加され、より安定した翼系を持ち、機体内部のバルカン砲を取り除いたものである。 2021年に定律初期生産の開始。2023年に量産開始の予定。台湾発の国産 AUV の開発に参加している。2019年、グロリアススターと名付けられた80トンで、長さ28メートルの高速騒動研究試験船を浸水させた。ギラン県の流徳造船所で建造された船は、海軍兵器システムの研究開発プロセスを、 短縮することを目的としている。2019年、台湾の蔡英文総統は、中国の軍事力と敵意の高まりに対応して、TK-3 と HF-3 の量産を加速する、要研究員に命じた。ミサイル生産の加速に加えて、総統はまた、研究員の指導者に、彼らの人材プールを構築し、国内外の学術、産業、 政府との提携を増やすことに集中するよう命じた。2019年、長距離超音速巡航ミサイル、運航の量産を開始。2019年、台湾発の国立無人航空機試験場を苗栗県に開設した。この試験場は、研究院、苗栗県政府、交通部との提携で運営されている。この試験場には20メートルの滑走路があり。 最大 150kg までの UAV の試験が可能である。また、エ s ス s スと合意し、クラウドベースのストレージ、人工知能、IoT 技術の共同研究を行っている。2019年11月にグロリアススターから新しい短距離大艦ミサイルをテストし、それは UFO2 よりも大幅に軽量化されつつも同じ射程を持っていると言われている。 中山科学研究院は、小解析の命令で、冷戦時代に核兵器の開発計画を進めていた。コードネームは、新築計画。1967年、中山科学研究院の核の研究所の指導のもと、核兵器開発計画が開始された。国際原子力機関が、中華民国が兵器級プルトニウムを製造していた、証拠を発見したことを受け、 政府は1976年9月、米国の圧力を受けて、核兵器計画の解体に合意した。原子炉はすぐに停止され、プルトニウムは、ほとんどが米国に返還されたが、1987年12月に、核能研究所の長研議副所長が米国に亡命し、証拠となる文書を入手したことで、秘密の計画が発覚した。その後、離島機総統が正式に、 核開発の中止を命じた。現在、核兵器開発が進められているという話は出ていない。中海と台湾車両による LRT 試作車カルキニコありがとうございます。